毎週水曜日は関心の高い話題を詳しく解説する急上昇ニュースです。倉敷市の男子中学生が行方不明になってから1年が経ちました。まだ未だ有力な手がかりは得られていません。担当は堀さんです。こんばんは。行方不明になっているのは倉敷市のこちら、梶谷美月さん、現在15歳です。美月さんは中学3年生だった去年11月13日の午後、自宅を出てから行方不明になっています。で、防犯カメラの記録などによりますと、美月さんはその日 JR 倉敷駅から電車で広島県の三原駅に向かいました。さらに三原港から船で生口島に向かって、そこから足取りが分かっていません。6時ごろ帰る。去年11月13日午後5時23分、当時中学3年生の梶谷美月さんが母親に最後に連絡した LINE です。その時美月さんは瀬戸内海で船に乗っていたとみられています。17時23分に6時ごろ帰るよって言ってるんですよ。で、17時23分って言ったら瀬戸田港に着く、もう多分港が見えてくる、着くところが見えてくる時間帯に送ってて、私にそもそも帰る気なくて送ってるんですよ。防犯カメラの映像などによると、美月さんは午後2時半ごろ倉敷駅北口のショッピングセンター敷地内に自転車を置き、 JR 倉敷駅から電車に乗りました。山陽本線下りで広島県の三原駅に着いた美月さん、そのまま船に乗り瀬戸内海の島を目指しました。一方、美月さんが帰ってこないことを心配し、母親は近所を探し回りました。アリオとかイオンとかずっと探したんですけど、いなくて、もしかして帰ってるかもしれないと思って、もう一回帰って、 家とその公園とかの往復をしながら、さすがにもう3時ぐらいになったらちょっとこれは警察にと思って、行方不明の届けを出して、そして尾道市の生口島で美月さんのスマホと持っていた本が見つかりました。生口島自体は中学校2年生の時のなんかリクエリエーションみたいなやつでサイクリングをしてるんです。美月さんはその後どこに行ったのでしょうか。海上の捜索も行われましたが見つかりませんでした。また警察にはこれまでに北は青森から南は沖縄まで160件以上の目撃情報が寄せられましたが、どれも有力な手がかりではありませんでした。梶谷君に似た人がいるよという情報が主なんですけれども、やはりその直接本人に結びつくような有力な情報というのは今のところ得られておりません。所持品の一部が尾道市内の路上で発見されてますので、そこからどちらかへですね向かってるんですけれども、その向かった先の今のところ有力な情報がありませんので、今ちょっとそこでストップしとるような状態ですね。ファーちゃん元気にしてますか。梶谷美月です。僕は元気です。宿題とか結構やらなきゃいけないことが多いけど、日々頑張ってます。そちらも頑張ってください。バスケットボール部に所属するごく普通の中学生だった美月さん、卒業を前に進路で悩むこともあったといいますが、失踪した理由は分かっていません。近所の子供の面倒見たり一緒に遊んだりとかって優しいところもありますし、一方で母親は当日の美月さんの様子に違和感も感じていました。急かされるから私たちが買い物に出ることを、お母さんまだ出んの、お母さんいつ出るん、まだ出んのって言われて、おかしいなと思ってて、で誰か待ってんのかなみたいな。今年3月、同級生たちが中学校を卒業するタイミングで
帰ってくるのではと期待していた母親。しかし、その願いは叶いませんでした。何かの情報につながればと、各地でビラ配りを行ってきましたが、寄せられる情報は減ってきています。母親は1年おきにこうした活動を一区切りし、美月さんが帰ってくるのを静かに待ちたいと言います。まあ、この1年経ってこれだけ結構報道していただいたので、今までこ、まあ、特にこの岡山、広島、愛媛近辺では皆さん心配してくださって、の割に全く情報がないっていうのが、やっぱりどこかのお家に住まわしてもらってるとか、まあ、働いているとかしてるんじゃないかなと。行方不明から1年、美月さんの自宅の部屋は今も当時のままです。全国で目撃情報が寄せられながら、いまだ有力な情報がない梶谷美月さん。母親は似ている人を見つけたら声をかけてみてほしいと話しています。行方不明から1年が経って寄せられる情報もどん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 少なくなってきて、本当にその美月さんの家族の思いっていうのを考えると胸が締め付けられるなという感じがします。そうですね、もう一刻も早く何か情報がつかめるといいですね。そうですね、はい、では改めて梶谷美月さんの特徴ですが、こちらです。身長は170センチくらいで、まあ、成長期なので伸びているかもしれません。お母さんによると髪は固めで声は低め、失踪時は漫画のワンピースやボカロの小説を持っていました。当時持っていた財布やイヤホン、傘がまだ見つかっていません。ご家族が安心できる日が一日も早く来ることを願っています。以上、急上昇ニュースでした。